俳優の横浜流星のカレンダー、横浜流星2024年カレンダー、角川館が12月4日に発売されることが19日、発表された。カレンダーのテーマは、ワイルドな大自然と、レトロな街並み。横浜が選んだお気に入りの地、北海道で、オールロケを行い、旭川の雄大な風景と小樽の街並みをバックに、撮影した。雰囲気の異なる2つの街で撮影することで、大自然の中で見せる生命力あふれる表情と、レトロな街並みに映える洗練された佇まいの、正反対の魅力を同時に捉えた。